武井デリコ10チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、後輩シンデレラエキスプレスの渡辺君とトークライブ、でございます。今楽屋入りをしております。始まる前に、はい、こう病院の待合室で考えたら腰痛とめまい、めまいするめまいがする。鉄分とかは何なんですかね。いや、メニエルみたいな感じで見たんですけど、原因が分かんないです、昔からあるんですよ。昔から1年に1回ぐらいもう立たれへんぐらいすごいな。で、2日3日前にあったんですけど、それはまあ収まって、ちょっと今はもうずっと車乗ってるような感じで、車優先みたいな、車酔いが続いているような感じです。インパルスか普通にしたくない。インパルスじゃない、じゃない、はい、大丈夫です、はい、そんな僕彼の中入れるぐらいですよ僕がいや、俺もデビュー当時漫才の途中で2分後になってた、真っ白なの。それやっぱ緊張ですか。わからん。ほんで病院行ったら原因ね、緊張とか、そうですね、なんかストレス、なんかストレスあんの。ストレスはめちゃめちゃあります。ストレスまみれです。ストレス社会っていう、ストレス社会って聞くだけでストレスです。ずっとストレス、苛まれてます。ああそう。いやもう年もある、更年期とかですかね。なんかメニエルってよく言うじゃないですか。メニエル資料。原因わかんないでしょ、あれ結局。だから例えばお天気のちょっと曇ったぐーっていう爆弾低気圧みたいなのが来ますね。ああ、はい、そう。今日ちょっと友永英明さんがそんなもや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 って、あれは何でしょう。いや、だから脳のところになんかこう詰まったりとかなんかわからんけど、そういうのから鬱になったりとか、なんかその外部的な要因っていうのもあるでしょうけどね。ひょっとしたらそういう体のあれもあるかもしれないですね。なんかその、そうなんですよ。だから。適当にやっていいですか。ライブ始まる前の話すことじゃないで。いやいや、ほんまに適当って悪い言葉じゃないじゃないですか。適して与えすぎです。それはそういうこと。ええ加減でもええ言葉、ええ加減です。ええ加減やから、いい加減やから。そうですよ、うん、はい、いや言葉って面白いですよね。いやでも、やりますよ。ほうほう、はい、もう行きましょうか。はい、じゃあ行きます。お疲れでした。お疲れでした。ありがとうございました。楽しかったですけど。楽しかったです。はい。ね、ありがとうございます。やっぱり毎回毎回こうなんかお互いがどれに行くんかみたいなところ。そうですね。どんな感じで行かはんねやろって話。しかし引き出しあるね。いや本当に。だから渡辺にも逆に助けられてるところはあるけど。いやいやいや、そうなんですけど。やっぱりいろいろ行って、なんすか、体験してネタを拾うじゃないですか、下張るんで、それはもう助かりますよ、ほんまに。いや、やりやすいです。まあ、そうやな。また、はい、やりましょう。ありがとうございます。はい、またぜひ。またやりますんでね、はい、大阪でぜひ来てください。はい、今回盛り上がりました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ。